半角鉄道 a 6系ナンバー1 5 2 0 4 0型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は未開業に終わった近辺鉄道の注文流れ品で半角鉄道が引き取った機関車である。1900年と翌1901年にドイツのカノーファーシェーマシネンバーから2両を輸入した。 車軸配置0から6から0で2気筒端式の飽和式機関車である。半角鉄道では A6 型と称した。1907年の国有化に伴って鉄道院に移籍し、1909年に制定された鉄道院の車両形式称号規定では2040型に改版された。なお、同時に発注されていた0から6から0系ウェルタンク機関車2両は、 北海道対抗鉄道に引き取られて1430型となっている。勾配専用の機関車で、外観上はアラン式の弁装置とシリンダとはねじれの位置に配置された弁室が特徴的である。国有化後も福知山線で使用されたが、1918年に下関に移り、さらに2040は三田尻、2041は行橋に移ったが、 1922年12月に廃車解体された。ありがとうございます。